私とベイビースペース強なる私に問いかけている。お願いします。ありがとうございます。マントクイーン春を食べる会、もう淵上里奈として3年連続呼んでいただいております。ありがとうございます。MMJ としてはもう、その前に呼んでいただいているので合わせたらもう4年連続ということで、本当に相変わらず空気も美味しくて天気もすごく良くてね、もう本当夏ですね。本当にまたこうやって今年もこのステージで歌わせていただけることすごく嬉しく思います。ありがとうございます。去年までとはちょっと変化をつけて、ここからはギターを弾きながら歌いたいと思います。すごいですよね。中3だった子が大学1年生になりますからね。すごい変化ですね。私もその分年を取りましたが
そうです、去年ですね、このステージで、あともうちょっとでメジャーデビューをしますと報告をさせていただいたんですけれども、その後に CD を出したのでちょっと去年持ってくることができませんでした。でも今年は持ってきました、今歌った All Right という曲が、2曲目に入ってるんですけれども、もう2曲入って3曲入りの、シングルを今日持ってきております。あちらのジュースの横のブースで、ライブ終わった後物販ありますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。では、次にですね、映画始まりの歌の、主題歌になっておりますロストスターズという曲がありまして、マルーン5のアダム・レヴィンさんが歌っているんですけれども、劇中歌で、キーラ・ナイトレイさんが歌っているバージョンをちょっとややこしいんですけれども、歌いたいと思います。聴いてください、ロストスターズ。
映画始まりの歌の主題歌ロストスターズという曲でした。次に聴いていただくのはゆらりという曲なんですけれども、この曲は、今まであった、辛い思い出とかも逆にあた、楽しい思い出とかも全部全部こう自分が辿ってきた道、こういろんな寄り道をしたりしたと思うんですけれども、それが全部全部今という時間とか今そばにいてくれる人につながっているのであれば、それはそれで全部意味のあることであって、全部それで良かったんじゃないかなと、そんな風に思うことで今もっと幸せに感じることができるんじゃないかなと思って作った曲です。聴いてください、ゆらり。君に会えた
ありがとうございます。ゆらりという曲と強がりという曲と2曲続けて聴いていただきました。ここでちょっと告知をさせてください。ちょっと時が前後するんですけれども、まずは、さっきも言ったんですけれども、この去年のここのステージでメジャーデビューをしますという報告をさせていただきまして、来月で、ふちがみはメジャーデビュー1周年を迎えることとなりました。ありがとうございます。で、その1周年と6月の24日にやってきます私の誕生日を、祝いまして、自分で祝いまして、単独で、ライブイベントを行うことになりました。21日に、ライブジュークというところで、やります、平和大通り沿いの青いビルの19階になるんですけれども、5月31日日曜日の、夕方なので、きっとねお休みの方も多いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらとっても嬉しいなと思います。そしてここのイベントも私4年連続呼んでいただいておりますので、ちょっと愛と感謝を込めまして、今日からその31日のライブのチケットを販売スタートしたいと思います。ライブの後にあります物販で、チケットを販売します。一番早く並んだ人から整理番号を早いのをゲットできるという感じになっておりますので、ぜひぜひ、今日ね早い番号を
ゲットしてください。そして、来週ですね、広島市内ではフラワーフェスティバルが、行われます。平和踊り沿いと平和公園周辺で行われますが、今年も淵上梨奈フラワーゲストに選んでいただいておりまして、3日間ずっと出ますので、ぜひぜひフラワーフェスティバル遊びに行った際、淵上梨奈の声聞こえてきたら、ちょっとでも立ち止まっていただけるととても嬉しいなと思います。今年のフラワーフェスティバル5回出るんですけれども、結構どのステージに来ていただいても違う曲が聴けるよっていう感じのセットリストでお待ちしておりますし、3日のサザンクロスステージと5日のアイリスステージでは生バンド演奏で、演奏をしていただきますので、ぜひぜひ、遊びに来てください。詳しいことはホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックなどいろいろやってますので、ぜひぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてですね、去年のフラワーフェスティバルで私、テーマソングの、花車を歌わせていただいていたんですけれども、ちょっと来週ということで足を先にここで今から歌ってもいいですか。ありがとうございます。大丈夫ですか皆さん、熱中症などにならないようにしっかり保護してくださいよ。ということでこの曲で、最後になります。また物販の方で立ってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。今日は本当にありがとうございました。最後の曲です、花車。Yeah.
ミリナでした。はい、ありがとうございます。ちかみりなさんのステージでした。アンコール、アンコール、まあ欲張りますね。え、アンコールなんですがさ、どうでしょうかね、どうでしょうかね。何が聞きたいですか。ほら、なつこい、ちょっと待ってくださいよ今作戦会議をしておりますね。その間に、あの、先ほども案内もありましたが、後ほどね、あっちの方で CD の販売ですとか、チケットも今日から発売ということでしたのでね、貴重な機会だと思いますのでお願いします。あら、準備よろしいかしら。アンコール答えていただけますか、はい、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。じゃあ、なつこいきますありがとうございます。まあ、確かに今日はもうね、暑いですから夏を感じて音楽でいきましょう。夏来い、ありがとうございます。いつものほらあれだけでよ届けそうだわ、トロピカルジュース。こんにちは、三者刺激的すぎるからキラキラしてる唇。理由はないの、ドキドキの空高く感じたい。君がまだ駆け抜けたあの君も Shalala。